今日は1軍登録の入れ替えなく、昨日に続いてブルペン9人体制で挑みます。スタメンは秋広選手を3番に戻して、大城選手が5番に入り、長野選手が6番でスタメン出場です。メンデス選手は14イニング連続無失点中ですが、どこまで記録を伸ばせるでしょうか。マツダスタジアムでの巨人戦11連勝中の大瀬良選手と、連続無失点継続中のメンデス選手の投げ合いで始まった試合は、1回表、ワンアウトから坂本選手がヒットで出塁し、岡本選手が2試合連続、ここ5試合で6本目となる28号ツーランホームランを放ち、幸先よく2点を先制します。1回裏、メンデス選手は3人で抑える上々の立ち上がりを見せます。2回表、スタメン起用された長野選手がレフトスタンドに鋭い打球で放り込む2号ホームランで追加点。ここ最近の長野選手の活躍は素晴らしいです。さらに門脇選手にもヒットが出ますが、ここはチャンスを広げられず、大瀬良選手から2回までにホームラン2本で3点を奪います。2回裏、メンデス選手は2本のヒットとフォアボールでワンアウト満塁のピンチを作りますが、相手の8番9番を連続三振でここをゼロでしのぎます。3回表の攻撃は3人で終わり、3回裏、メンデス選手は2アウトからフォアボールを出しますが、後続を打ち取りゼロでしのぎます。4回表、先頭の岡本選手がまたホームラン。今週3度目のマルチホームラン、6年連続30本まで残り1本、岡本選手が止まりません。その後も大城選手、ブリンソン選手、門脇選手の2打席連続ヒットの3安打で満塁のチャンスを作りますが、さらなる追加点は奪えず、4対0としてこの回を終えます。4回裏、メンデス選手は2アウトから得点圏にランナーを背負いますが、無失点でしのぎます。5回表は3人で攻撃が終わり、5回裏、メンデス選手はまた2アウトからランナーは出しますが、この回もゼロで抑えて19イニング連続無失点となりました。6回表、ワンアウトから大城選手が2ベースヒットで出塁し、ブリンソン選手がタイムリーツーベースを放ち1点を追加します。大城選手とブリンソン選手もマルチ安打となりました。6回裏、この回もメンデス選手は無失点投球を続けます。メンデス選手はこの回でマウンドを降り、3試合連続、20イニング連続無失点となっています。7回表、広島の戸根選手に対して、先頭から連続フォアボールを選び、秋広選手の代打増田大輝選手が送りバントを決めて、岡本選手が申告敬遠でワンアウト満塁のチャンスを作ります。続く大城選手が押し出しのフォアボールを選び、4つのフォアボールで1点を追加し、6対0とリードを広げます。7回裏は鈴木選手が登板し、三者凡退に抑えます。鈴木選手は直近11試合の登板中、10試合で無失点と安定しています。8回表、先頭の門脇選手がヒットで出塁。この日の門脇選手は、3安打4出塁の活躍で打率も2割2分まで上げてきました。その後吉川選手もヒットでつなぎ、坂本選手がタイムリーツーベースを放ち、さらに代打の中田選手が7月11日以来通算300号となるスリーランホームラン。さらに岡本選手が自身初1試合3本目となるホームランで6年連続30本に到達。この回一気に5点を取り、今季最多タイの11得点となりました。8回裏は菊池選手が登板し、三者凡退に抑えます。9回表、ブリンソン選手が7月5日以来の猛打賞となるヒットで出塁、さらに門脇選手がこの日4本目となるヒットを放ちます。相手のミスと吉川選手のタイムリーで2点を追加し、今季最多13得点となりました。最終回はビーディ選手が抑えてゲームセット。今週は3勝3敗となり、貯金を作れなかったので、ドームでの6連戦となる来週は最低4勝、できれば5勝して貯金を増やしていきたいです。このチャンネルでは巨人の試合が行われた日には試合終了後1時間以内にその日の試合の振り返り動画を投稿し、視聴者の方とコメントで感想戦などを行っています。よろしければチャンネル登録お願いします。
来週は東京ドームで阪神、横浜との6連戦になります。阪神の先発はこの3名でほぼ確定で、村上選手や伊藤選手、体調不良で離脱中の大竹選手とは当たらず、前回の甲子園で攻略している西純也選手、才木選手、そして今週来日初勝利を挙げたビーズリー選手との対戦になります。先発のマッチアップ的にも最低限勝ち越しでいきたいです。横浜は今週のローテ通りならばこの対戦相手となります。土曜日に投げていた大貫選手が抹消になったため、ガゼルマン投手や平選手、若手選手が抜擢される可能性もあり、まだ報道も出ていないため読めません。巨人は横川選手と山崎伊織選手の今週のリベンジ登板に期待です。再来週はビジターでの6連戦になるので、来週は最低4勝、できれば5勝以上して波に乗っていきたいです。今日のイースタンリーグでは、ここ最近リリーフ登板の続いていた高橋選手が先発登板、5回を投げて3安打無失点の好投でした。先週は中継ぎとして3試合に登板した高橋選手は、今後は先発として起用していくのでしょうか。手術明けということもあり、いろんな起用法をされるのは負担にならないか心配です。小沼選手は1回3失点の炎上、同点の延長10回に登板した田中豊樹選手もワンアウトしか取れずに5失点の炎上となっています。打者の方では浅野選手がツーベース2本でマルチヒットの活躍、育成3年目の岡本博人選手が公式戦初ホームランを含むマルチヒットの活躍でした。岡本選手は今季終了後一旦自由契約とはなりますが、2軍昇格後はアピールが続いています。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。